皆さんこんにちは。庵野茶道生活へようこそ。今日は島根県の松江に来ています。こちらの美しいお城は国宝五城の一つ松江城、別名千鳥城とも呼ばれています。江戸時代から現存する天守なんですよ。江戸後期、ここのお殿様であった松平家第7代藩主松平春里は大名茶人として名を馳せてきました。郷を不昧とし、不昧郷の名で親しまれています。本日の茶の湯の旅は、その不昧郷を巡る旅に参りたいと思います。不昧郷は17歳の若さで松江藩の藩主となり、当時窮迫していた藩の財政を立て直し、近年その政治力が再評価されています。そして茶人として確かな審美眼で日本各地に散在していた茶道具の名品の収集を行い、保管に努め、雲州蔵帳と呼ばれる茶道具の目録帳を残しています。それらの品は今もなお国宝や文化財として日本各地の美術館で展示保管されています。それでは不昧郷が作った茶室寒殿庵に行ってみましょう。案内してくださるのは所有者の有沢和夫さんです。松平家の家老、有沢家の13代当主にあたります。寒殿庵は不昧郷のお茶の心を体感できる茶室です。有沢家の山に自ら設計して造営されました。230年の時を経て今もなお同じ場所にその姿をとどめています。ここは御成門と呼ばれ、この門から楓の馬場を通り御成道を上がっていきます。この道はお殿様専用の道です。史跡名勝に指定されており、保存のため公開されておりません。今日は特別にこの道を歩かせていただき、不昧郷が見たであろう景色を感じ取っていきたいと思います。道の両側はもみじの木に覆われ、晩秋になると真っ赤に染まるそうです。新緑の今は青く茂り、目に爽やかで時折涼しい風が通り抜けます。不昧郷は鷹狩りで遊んだ後などにここを訪れてはお茶を飲んで帰ったようです。高台に上がるとお風呂屋と呼ばれる待合に出ます。江戸末期に作られ現存する待合としては希少で独特な建物です。不昧郷はここで心と体を清めてからお茶を楽しみました。この頃のお風呂は蒸し風呂の様式となっています。手前の一畳で着物を脱ぎ、蒸し風呂の一番奥まで入ってお尻をつけて腰掛けます。引き戸を閉めるとお尻の後ろあたりから高温の蒸気が吹き出してきます。足元には湯が張られており、足湯に浸かることもできます。この湯は室内の保温の役割を担っており、しばらく座っていると心地の良い汗をかいたことでしょう。そして板張りの洗い場でお付きの人に水や湯をかけてもらい、体を清めます。体を拭いた後は2畳の袴直しの間で綺麗な着物に着替え、さらに続く2畳の待合で茶室からのお迎えを待つのです。普段は公開されていないお風呂の竹口もちらっと見に行ってみましょう。かまどで薪を焚き、その熱で石を焼きます。その石に水をかけることで発生した蒸気をお風呂の中に送り込む仕組みとなっています。さて、お風呂屋の建物から石段を降りて寒殿庵の茶室に参りましょう。寒殿庵はかやぶきの入りもや作りとなっています。にじり口を開けて中を覗くと、一畳の客畳とお茶を立てる小さな大目畳、その間に正目の中板を設けて、小さな空間に客との距離を適度に保っています。屋根を支えるたるきには桜や竹に混じって雑木も使われています。あたかもこの山で取った木材を寄せ集めたかのように無造作に見えて、実は調和が取れている。ここに不昧郷のわび茶の精神を感じ取ることができます。この寒殿庵は独立した建物ではなく、
大目畳の奥に水屋が控えます。その水屋は光月邸の水屋も兼ねており、さらに奥の部屋へとつながっています。にじり口を出て光月邸に向かうにはこの門をくぐります。すると視界がパッと開けます。当時は向こうに山が見え、手前の川を行き交う船や城下の景色が見えたそうです。夕刻には山の上に月が見え、中秋の時期にはお月見をされたことでしょう。風の音と鳥の鳴き声、風光明媚なパロラマが広がっていたのです。そこは皆さんの想像の世界に委ねます。ここで私もお茶を一服頂戴します。不昧公は42歳の頃にこの関連案を作り、56歳で隠居され、茶と禅に遊ぶ老後を過ごし、68歳でこの世を去りました。その間、不昧公は冒頭でご紹介した雲州蔵帳のほか、自身が所蔵していない茶道具を含めた名物茶器の分類に着手し、図説とともに全18巻に及ぶ著書古今名物類述にまとめました。それは現代においても茶器の評価基準となっています。さらに名品を集めるだけでなく、当時の職人に自身の美意識を反映した新たな茶道具も作らせました。今日は理沢さんのおかげで不昧公の歩いた道、過ごした空間をご紹介できて嬉しいです。さて、お昼時になりました。食事をいただきに参りましょう。選んだのは松江の名店、庭園茶寮南さんです。ここから宍道湖を借景とした枯山水庭園を眺めることができます。美しく剪定された松の木は樹齢約300年だそうです。もともとは盆栽だったものを植え替えたという説があるとか。あえて下へ下へと下がるよう育てられ、相撲の雲流型に似ていることから雲流松と呼ばれています。この美しい庭園はアメリカの日本庭園専門誌ランキングで3位に選ばれています。いっそ松江の一人にもなってしまおうかと言葉を残した島崎藤村。ここから見る景色に魅了された気持ちがわかります。食事の方は季節の解析をお願いしました。7月初旬の今にぴったりな涼やかな器に盛り付け、いただくのが楽しみです。お鍋の中は可愛い白玉が入ってました。冬瓜にトマトや椎茸、コクのあるスープに仕上がっています。焼き魚は脂が乗ってて、これまた美味、さすが山陰の幸です。椀のものは蓋を開けるのが楽しみですよね。もちろんいただくのも楽しみです。アナゴの南蛮漬けで口の中が一度さっぱりとし、最後にウニの釜飯が出てきました。盛りだくさんのお料理をしっかり堪能させていただきました。こちらの南さん、実は鯛飯が名物なんです。不昧公の食の好みの言い伝えから、初代板前町が不昧公好み南家伝鯛飯と名付け、出汁や素材にこだわり代々伝承されてきたそうです。次回はその鯛飯をいただきに行きたいと思います。皆さん、いかがでしたでしょうか。不昧公の影響により松江にはお茶の文化が根付いています。日常から薄茶を立てて飲み、和菓子をいただく習慣があります。そのため日本三大和菓子どころとして老舗の和菓子屋さんが数多く存在します。不昧公自身は若い頃より石州流茶道を学びながら、いろいろな流派と交流し、自身の茶の湯を確立しました。明治維新を迎え、松平家は東京に移りますが、不昧公の茶の湯は家老の有沢家に託されていきます。不昧公の客の心になりて亭主せよ、亭主の心になりて客いたせの心得は、今日でもお流儀を継承する方々によって伝えられています。松江市では不昧公の命日である4月24日を茶の湯の日と定め、
関電庵では有沢さんが代表を務める不前会が献茶式を行っています。本日ご紹介した内容は概要欄に記載してありますのでご参考くださいませ。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。